さあ、また生駒駅まで戻ってきましたけどね。あわーってお客さん多いけど、まあ、基本この快速急行に乗ってく方だと思うんで、多分、普通の最大の行きはちょっと空いてるんじゃないかな。で、こっちが、天ヶ崎とか、難波方面に来る列車なんですね。そう。そう、せわしない駅で、三名六線もあるね、大きい駅なんですけど、京阪奈線と生駒線とに挟まれてるんで、実は奈良線の方もは一面二線分しかないんですね。ああ、百貨店であれしてもよかったけど、まあ結構もう、あと3分ぐらいで、普通列車も来るみたいやで、駒を乗ってきましょう。まあでもよかった。ここに21番じゃなくてよかったね。結構強いですもんね、生駒が入ってると。よし、うん、普通に次は駅前だな。さあ、ちょっとやってきましたね。あやめ池駅。何したのかなんですけど、おお、久しぶりに見た人パターン。あ、この際はポタポタ残ってるんですね。次はスープか。ここもね、どっかで駅名、駅名所はね、回ってますね。A の21なんで、これまた近鉄四日市駅とのね、あれになりますけど、まあ、やはり気分。2面2線のね、駅で。あ、分かれてんだ。へぇー。あっちのか。改札それぞれ独立してんだ。面白い構造ですね。で、ここはあれなんですね。近畿大学附属小学校とか近くにあるんだね。あ、そう。めちゃくちゃ勝負池って呼んでましたけど。勝負って読めるやん。思いっきりこれで、あやめ池だってですね。いやー、読めるかい。で、そう。これが面白いところで、あやめ駅21じゃないですか。で、次が、山手最大地駅は、一つ取られないです。次に5つ飛んで26になったりするんですよ。この辺りがね、ちょっと近鉄の駅のナンバリング、ちょっと独特なんで、多分京都線の方に合わせてるんですよ。大きい数字の方になるところがあると、そっちの方に合わせてやるんで、ですから、その、途中のところでもね、その、11とかが、21が、ないよっていうのができるのはこういう感じですね、と。よし。まあ、やめ池駅前どんなもんか。すごいちゃう。駅前は、コンビニなんかもあるみたいですね。ちなみに隣がね、学園前駅ですけど、あの学園前はですね、手塚山学園ですよね。こっちは近畿大学になるんですね。あ、本当に真ん前なんだね。で、あ、もう学園前駅とか近いところですけど、ちょっと駅変わるだけで、それだけ学園のあれが変わるんですね。電気案内板があります。面白いですよね。全部こうまとめてキュッて作るの面白いですよね。我らが中京は、中京は結構ばらけてますね。中京と中京大学、ちょっと離れてますもんね。中京大学もキャンパス2つあるし。まあ、そうですね。それ付属、あれもそうか、そうか、上村学園っていう風に見てみたら、あそこにあるもんな、中京も。こんだけ手塚山学園みたいに、あんだけ一緒のところに全部ギュッとまとまっとるのは珍しいですよね。さて、で、こっからなんですけど、どうしようかなとも思ったんですけど、ちょっと一発歩こうかなと。まあまあまあ、こんな感じでずっとやってきてるんで、なかなか。ちなみに、あやめ駅自体は1923年開業なんで、めちゃくちゃ古いですね。へぇー。あら、ここにあった。開かないになってるし。うわ、あ、スーパーか。で、そうじゃな、最大時まで20分ぐらいなんで、まあ歩いても電車に乗ってもあんまり変わらないんですよね。で、
地図見た感じやと、まあ、そうっすね。順当に西大寺まで歩いてたら、ちょうど良さそうですね。まあこんな感じなんで、まあとりあえず大丈夫でしょう。近鉄四日市駅大勝利で大丈夫でしょう。よし、勝った勝った。あ、もうね、駅前も、まあ学校とかがあって、ね、別荘な感じにはなってますけどね。全然11の駅に行ってないけど、そう、間に21がいっぱいありますからね。もうなんか、別にもう21行かなくてもいいんじゃねって気もしてきてるけど。だって次行くのも、新高速の駅。それ、わざわざ行くのもなっていう感じなところなんですけど。まあ一応ね、一応言っときますか。で、明るいうちでないと、あんま散歩動画も映えませんからね。あんま、まあ今日は土曜日だからいいでしょ。あんまりこれ平日だったらあれでしょうね。怪しいおっさんか小学校の前で、カメラを持ってふらふらしてる。ただの不審者ですもんね。危ない危ない。なんかすごい面白い作り方ですね、構造が。まあ学校系はそういう感じのところはあるか。まあ、ね、言うて中京も独特の校舎ですしね。見たら一発でわかりますもんね、中京も。あのアーチ状の。でもなんか本当おしゃれな街ですね。あそこ踏切があるんだ。なんか、信号とかもなんかちょっと普通と違う感じですもんね。その一方通行ない、ね、一方通行で通れないんですね。へえ。ポスタがあって、この辺りも駐車場もあるし、パーカンドライトも、まあ、問題なくできそうな感じの作りですもんね。まあ、このまま沿線はついてる感じですね。ちなみに、あやめ駅から、大和西大寺は、まあ、さっきも見たか、一駅分ですよね。近鉄の各駅の一駅分なんで、まあ、そんなに、一応歩いて20分ぐらいになってましたんでね。で、普通列車が来るのが20分後とかなんで、じゃあまあ歩いてもいいやね、ぐらいの距離ですよね。で、次、京都方面行くのに、どうしたもんかってところなんですけど、やーん、通れない。すごい構造だな。すごい構造だな。